こんにちは。相手の本心が分からずに不安に思うことはありませんか？不安を感じた状態だと、せっかくの女性と過ごす楽しい時間もモヤモヤしたまま終わってしまうことに。せっかくの二人きりの時間、そんな気持ちで過ごすことはできるだけしたくないですよね。気になる女性があなたのことをどう思っているかわからないという不安を少しでも減らすために、相手の気持ちを確認できる方法があれば知りたいと思いませんか？好かれているという気持ちがわかれば、安心して思いを伝えて楽しい時間を過ごすことができますよね。今回は相手の気持ちを知るための方法についてお伝えします。このサインを相手の気持ちを知るきっかけにしてくださいね。1、こんな時は可能性あり。脈ありの人に見せる言動ってどんなもの？人は信頼する相手だけにしか見せない言葉や行動が存在します。相手の気持ちを確認するための重要なサインを事前に知っていれば、少しは自信を持って相手と一緒に過ごせるのではないでしょうか。これから日常の中で現れやすいサインについて紹介します。これらのサインをあなたが気になっている人はどれだけ見せてくれていますか？1、体や気持ちの距離がだんだん近くなる。気を許せる相手と一緒に過ごしていると、少しずつ距離が近くなるという様子が見られます。例えば飲み物を欲しがったり、飲み物を分けてくれたりするときは、少しでもあなたのことが好きだからしていることなのです。あなただって気のない相手に対してはこのようなことをしたいとは考えませんよね。女性が同じものを一緒に使って嫌がらないということは、あなたに安心感や信頼を抱いている証拠なのです。また目がよく合うことも好意を抱いている合図。あなたは気になっている人と同じ場所にいるとき、その相手をつい目で追っているという経験をしたことはありませんか？相手に好意があるときは、あなたが今何をしているのか気になり、つい目で追っています。なんとなくいつも目が合う人は、もしかしたらあなたに好意を抱いているのかも。逆に近くに座った時に少し距離を置かれる場合は、残念ですが脈なしのようです。親しくない相手や好きでない相手が急に近づいてくることは嫌ですよね。例えば電車に乗った際、他の席が空いているのに近くに座ってきたら、なんだか嫌な気持ちになりませんか？好きだと思っていない相手が近くに座ることに対して、人は拒否反応を表すのです。この時は無理に距離を縮めようとしないで、少し離れたところから関わりましょう。たまに話しかけるぐらいが嫌な印象を与えないで一緒に過ごすことができます。行動を変えていくことで相手からの印象も変わっていくかもしれませんよ。2、相手からたくさん話しかけられる。特に大切な話題がなくても話しかけられる。何とかして話を長く続けようと質問をしてくることはありませんか？基本的にあなたに脈ありである相手は、あなたと同じ時間を長く過ごしたいと考えています。例えばほぼ毎日連絡が来る場合は脈あり。特にあなたのことが好きだと確信できるサインとしては、自分について話をしてくれること。自分について知ってもらいたいと考えるのは、好意を持っている人と話している時ではないですか？自分が興味がない人に自分について詳しく知ってもらいたいと考えることは少ないですよね。また一緒に過ごす時間を作りたいと思い、ここに行きたいなぁと連絡が来ることもあります。せっかくの機会なので、デートの予定を入れ、楽しい時間を過ごしてみてはどうでしょうか？逆に全く連絡が来ないときは、そこまで関心を持たれていないことが多いです。そこでしつこく連絡や話しかけるなどしてしまうと、ただの面倒な人に。そう思われたら悲しいですよね。そのような行動をしていることがないのか、少し振り返ってみましょう。3、たくさん笑っている。素直に泣いたり怒ることがある。
これまであまり笑顔が見られなかったのに、過ごす時間が多くなるにつれて笑顔やわがままが増えてきたことはありませんか？感情を出してくれるということは気を許しているサインです。一緒に過ごしている時に笑顔が多くなるというプラスの感情だけでなく、わがままを言う、素直に怒りを表現するなどのマイナスの感情も、あなたのことを信頼し安心しているからこそ見られるものなのです。マイナスな感情を出されると対応の方法がわからず悩んでしまうかと思います。女性はあなたの前では素直でいていいんだという安心感から感情を出しています。ここで突き放してしまうのではなく、話に耳を傾けるなど寄り添う行動をすることで信頼がさらに高まっていきますよ。少し驚いてしまうと思いますが、落ち着いて対応することを心がけましょう。逆にいつまで経っても感情の変化が見られない場合は、そこまで信頼感を得られていない場合が多いです。この時には残念ですが安心感や好意はないかもしれません。積極的に関わりを持っていっても、女性にさらに緊張を与えてしまう結果になるため、無理に関わりを持つことがないように注意しましょうね。2. 彼女は本当に気があるの？相手の気持ちを確認する方法。前半で実際に見られるサインについて詳しく紹介しました。そんなことより早く相手の気持ちを確認したい。すぐに気持ちを知ることができる手段はないの？と考えている方も中にはいるのではないでしょうか。今後の関わりの中で注意してみるにしても少し時間がかかってしまうため、できればすぐにわかる方法で相手の気持ちを知りたいと考えますよね。後半はすぐにでもできる相手の気持ちを確認する手段について紹介します。これならできそうと思ったことから試してみましょう。1. 連絡を一回止めてみる。先ほど好意がある相手とは長く一緒にいたいと考えているという話をしました。実は一度連絡を止めてみると、好意を抱いてもらえているのか確認することができるのです。好意のある相手に対しては話すことがなくなってしまうことを悲しく思います。そして何か話題を見つけて連絡を送ろうと考えるのです。当然いつまで経ってもメッセージが来なければ、あなたに対して脈なしかも。本当に連絡が来るのか不安になると思いますが、他のものに比べて簡単に行うことができる方法です。 2. 次どこ行こうかと聞いてみる。2人で出かけた帰り道やその後話している時に、次はどこに行くか、いつ予定が合うか聞いてみましょう。一緒にいて楽しい相手であれば、すぐにでもまた出かける機会が欲しいと思うため、スムーズに次の予定を決めることができます。あなたを好きな人は事前に予定が入っている時でもあなたに合わせて調整をしてくれることもあるかも。一方、はっきり断られたり濁した反応のまま流されてしまう時はあなたに好意がないようです。予定を聞いた時に予定の確認をするねという返答から、そのまま連絡が来ないようでしたらまた出かけたいという気持ちがないようです。 3. 気になる人はどんな行動をしてた？これまでの彼女の言葉や行動を思い出してみましょう。先ほどまでに紹介した行動が行われているのか確認することが一つです。そしてそれと同時に、彼女があなたと他の男性に対して違う行動や表情をしている場面はないか少し思い出してみましょう。誰でも気になる人によく見られたいと思って意識していなくても対応が変わっていきます。例えば話をしている際に笑顔が多く見られることや、あなたと話すことに少し緊張した様子で自分の髪に触れるなどの様子が見られます。このように様々な対応が見れることは、あなたに対して好意があるということなので、積極的に行動をしていきましょう。今回は女性からのサインを見分ける方法についてお伝えしました。
女性は様々な場面で気になっている相手に対して興味があるというサインを出していましたね。あなたの気になっている女性はこのサインを出していましたか？もしサインが見られたなら、好意を向けられている、信頼が得られていると考えられるので、安心して関係を進めていくことができますね。今回の動画を見て、この言動を見たことがあると気づいた方もいるのではないでしょうか。今後この言動が見られたら、見逃さずに関わりを持っていきましょう。また女性も同じようにあなたの反応を確認しているということを忘れないでください。自分の気持ちを言葉で伝えていくことで、相手も気になる存在として認識してくれるかもしれませんよ。このサインを参考に、気になる女性といい関係を作っていきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。